じゃあこんにちは、はい、豊さん、はい、阪神の紅白戦を見てても、はい、絶好調な選手がいるんですよね。コーンコーンって、みんな絶好調に見えるんだよね。あの美恵ちゃんのね1号に始まり、はいはい、あと佐藤輝明選手が、はい、まあ、ホームランを打ったりと、まあ、いきなりな先頭打者ホームランというな、はい、そうなんですよね。生き生きと今年のキャンプを送ってるような感じがするんですけど、これ今年どうですか、豊さんの目にまずどう映ってますか。まずインタビューを受けたんだよ。それに対して紅白戦の印象だとか、はいはい、調子がいいホームランのこととか、うん、まあいろいろ来た時にピクリとも笑わなかったね。いや打ったら嬉しいじゃない、やっぱりどんなボールに対してもね。でいやそんなことはもう打って当然だみたいな顔しながら、なんで俺が打ったらそんなにみんな騒ぐのみたいな、うん、望まれてることをやっただけなのにそんな喜ばないでよみたいな、うん、だからもう少し高い位置を見てるかなっていう。今年はいやこんな紅白戦とか打ったって、うん、大変もうそんなことはないよ、だいたい調子がまあまあいいぐらいの、うん、まあ調子はいいですよみたいな、うん、そのぐらいの感覚だよみたいな、うん、なんか俺が打ったらおかしいかそんなに、まあ、そんな感じに見えるんだよ、うん、これは人が向けてきたかなっていう、もっと高みを目指してもっと精進してるというかさ、そんなことがこう伝わってくるような、はい、もういいインタビューだったんだよね、はい、だから不機嫌そうにやってたけど、うん、いやあれでいいと思う。あもう逆に、うん、逆に別にここで打ったって紅白戦だし、ね、打たなくたってまだまだ、うん、そう騒ぎなさんなよみたいな、うん、いやだいたいそう思うよ、うんうんうん、ただ内容を聞いてほしいけどね。あいやただねやっぱ飛距離もさらに伸びてるような感じもするし、やっぱ確固たるものを自分の中で作り上げてきて、もうキャンプで試してるっていうような段階でね、うん、だからホームランが出たからどうのこうのじゃなくて、やっぱこうシーズン通してこれをやっぱ続けられるかどうかっていうところを自分が意識しながら、まあ、やってんのかなっていうような感じがするよね。じゃあ明らかに去年のキャンプと今年のキャンプでの例えば意識だったりとか、うん、その例えば体の動きとか、うん、そういうのもちょっとまた違うものを、いや全然違うと思うよ。だからもっともっとできるっていうことも手応えとしてやっぱこう3年間やってきてね、うん、まあ感じてたし、うん、感じたと思うんだよ、うん、それとまたこの成績ではまだまだダメだって、うん、自分の能力としたらもっとここに行かなきゃいけないというね、うん、いうこともすごく考えたのかなっていうような感じがするよね、うん、結構はいはい、昨シーズンのオフに、はい、まあ、ピッチャーもそうですしバッターも結構フォームを変えたりとか、あと、うん、アメリカに渡米してトレーナーとついていろいろ改造したりとか、そういった選手が多くいる中で、どうやら佐藤輝明選手もそれを行ったということで、まあ、ドライブラインにね、はい、まあ、行ったみたいなんだけど、うん、まあ、そこにはねやっぱそうそうたるメンバーも来てて、うん、やっぱこうなんていうのバッティングにかけるそういった思い意識、うん、そういったものも目の当たりにして、うん、甘かったかどうかわからないけども、もっと自分が厳しい世界、厳しいところに身を置くことが大切なのかなっていうようなことは、うん、すごく感じたのかなという感じがするよ、ね、うん、まあ、意識のね、だから全然俺はねあのインタビューを聞いてて意識は全然変わったなっていう、だから今まではこう練習とかねそういうのも多少抜くとこがあったのかもわからないけども、一つこれをやろうというしっかりした明確なものが出たのかなっていう、うん、できたのかなっていうような感じがしてる、うんうん、だから里輝は今年期待ができるなっていうふうには思うよ。なかなかね1年目2年目で途中でねやっぱりスランプになったりとか、はいはい、途中で2軍に落ちてしまうこともあったシーズンが続いてたんですけれども、はいはい、今年はなんとかねずっと一軍のままでキープしていい状態を、それは一軍外れちゃいけない選手だから、ね、まあ、それはキープしていくと思うけども、うん、まあだけど成績だよね、今年はなんかこう違ったような感じが出てくると思う、うん、あとそれやっぱ守備の練習からいいその打席というか、もう全部だよね、全部もっとやったらできるっていうような、うん、あとそうだな、まあ、守備に対しての、うん、まあ、意識も変わってきてるだろうし、だから全体的にその野球の自分が持ってる野球のレベル、うん、そういったものを上げようとしてるよね。それは例えばその鳥谷さんがどうやらその佐藤輝明選手守備練の基礎とかを、はい、あの教えた
みたいなことも出てたんですけども、はいはい、そのやっぱ守備、やっぱ守備がっていうふうにも言われてたので、そういうところをまた見直すことによってそれがバッティングにつながったりとか、まあね、守備の不安があるとバッティングにも影響することがあるし、うんうん、はい、守備位置についてるっていうのは不安だとすごく疲れるんだよ、うん、飛んでくるなとかね、はい、俺なんかしょっちゅう飛んでくんなよみたいな思ってたけども、はい、まあ、そうなってくるとやっぱ1年間通して守備に自信があって今いつでもいらっしゃいみたいな選手とそうじゃない選手を比べた時に、やっぱ守備の負担っていうのは相当なプレッシャーになってくるんだよね、うん、ストレスに。だからそのストレスを軽減できればその分バッティングで貢献できるというかさ、そうですよね、還元できるというかね、うん、だからそういうバランスになってるから、まあ、やらないよりはやった方がいい、うん、まあ、それとやっぱ下半身とかね、やっぱこう使って取るんで、はい、まあまあ下半身の強化にもなるし、うん、それはあの守備練習をするっていうことはいいことだよね。そうなんだね。だから上手くなるかならないかっていうのは意識によって全然違うしね、うん、まあ、意識を持って受けてるし、うん、だそういう面ではその上手くもなってるだろうし、うん、だから相対的なレベル、もう守備も含めて何でもかんでもそうなんだけども、レベルは上がってるよ。これまあまだ今の段階ですけれども、はい、これがキャンプどの辺に行った時に今年佐藤輝明さん選手を本当にいいぞっていう風な太鼓判を押せるのはどこまで行ったぐらいですか。これ気持ちが はっきりこうドンと入ってきた時だよね、うん、やっぱオープン戦の時ってね、自分でこういうのをちょっと試してみようとか、うんうん、例えば球種でも例えばこれを待って打ってみようとか、うんうん、まあいろいろ課題があるわけよ、作っていくわけよ、はい、ただオープン戦間近5試合ぐらいになってくると、うん、完全本ちゃんモードで打席に入ってくるし、うん、開幕戦の、まあ、もうその前5試合ぐらい、そうだね、うん、5試合、そうだな、俺は3試合だったんだけど、お結構キンキンなんですね、やっぱりじゃないと長い5試合だとねせっかちだから、そうですね、吉田さんせっかちだから、いやだからか、まあ、5試合から3試合の成績をカチッと見ると、うん、まあその時の状態もあるけども、うん、振りも変わってくるしね、あ、うん、だから、うん、まあ、そういう意味ではそこら辺からちょっと判断するといいかなっていうふうに思うね、うん。あと一方で森下選手、はい、あの新しいフォーム、はいはい、まあね、以前の動画でも取り上げましたけれども、キャンプでね、今一生懸命頑張ってます。まあまあそうだね、ただね、その自分のものになってないのかどうかは分かんないけども、練習と試合とはちょっとやっぱ形が違うんだよね。で、試合だと前の森下がいるんだよ。でも練習だと別の森下がいるという。まあ多少こう意識の中で変わってるっていうだけで、うん、まだ形としては本当に何ていうの、練習の時、試合の時に、うん、まあ、あの紅白戦でもそうだけども、まあ、出し切れてないかなっていうような感じはするんだけどもね、うん、まあ、これもあのやっぱ本人が考えたことだしね、はい、でより良くなろうと思って考えたことだから、うん、まあ、結果が出てくれるとな、いいんですよね、その努力がね、考えたことが身になるっていうことはさ、うん、これはもう喜ばしいことだし、そうですね、うん、だからそうだな、まあ、紅白戦でも打ってたけども、まあ、バットの形も変えて、なんかピート・ローズとかって、はい、でピート・ローズよく知ってたなって監督が言ってたぐらい森下選手世代ではないと思うんですけど、ね、いやそうだね、ただタイプが全然違うんだよね、うん、だから大丈夫かなっていう心配はしながらも、やっぱりこう監督も言ってたけどもね、あのやっぱ結果を見て判断してあげないと、まあ、彼らが考えたことだしね、それも尊重してあげなきゃいけない、最初から否定的だと困ると、うん、ただ打ってくれればいいけど打てない時に戻せる準備はしとかないとなっていう、あ、両面で考えてたね、岡田監督は。あ、そうこれ、まあ新フォームにしていろいろ試行錯誤しながら、あ、なかなか結果出ないなと思ったところの最終ラインの試合ってどこまでなんですか、我慢できる試合って。もう岡田監督が2軍に行ってこいって言われるようだと悲惨だよね、もう帰るしかないよね、キャンプで帰るしかないよね。そうですよね、オープン戦も今の打ち方というか新フォームでやっぱ試さないとわからないわけだからさ、まずこっか紅白戦じゃまだわかんないですよね。そうわからないわからない、でその残りやっぱり5試合ぐらいになった時にそこで、いやあのね、打てる能力がある人っていうのはどんな打ち方してもある程度は打ってくるんだよ、うん、だからその結果もある程度はついてくるとは思うんだけども、はい、ただ本人が納得した結果がついてくるのか、うん、チームに求められてる結果がついてくるのか、うん、まあ、これによっては全然違ってくるよね。まあそうですよね。いやだからね、前川右京選手がいいよとか野口選手いいよっていうふうに
こう、ね、上がってきてる中で森下選手も、まあ、昨年のね、うん、まあ、貢献度という、とさ、やっぱヒットは森下にあるんだよ、はい、だからまあそこら辺からの挑戦だからさ、うん、そら後ろ見たらさ、うん、いやもう変えてる暇ないこれでしかないと思うんだけど、はい、結構余裕があるんだよね。おお、だから豊さんに会ってもふえ、誰ふえっていう感じの、まあ、そうかも、なんかその自然体というか、そうだね、自然体は崩してなくて、うんうん、だけどやっぱ考えるってね大事なことなんだよ、うん、コーチに全て聞きに行ってとかじゃなくて、はい、自分で考えてどういうふうにアレンジして、うん、成績を残していくっていうのがすごい大事なことなんで、うん、今大事なことをやってんだよね森下は、その野球の人生の中で、はい、だからまあそのね祈ってるけども、うん、できなかった時にその変わるというのはまた戻すというのは大事だけどね。そうですよね、うん、まあ、戻す勇気、そして前に進む勇気、だから戻さないのが一番だけどね本来は。いやいや、それで打てるようになってくればそうですよね、うん、いやでもね、より実戦に近づいてくれば佐藤輝明選手も森下選手も、ね、よりこう今シーズンに近い形にどん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 近づいてね、うん、いくっていうのも見るのも楽しみですし、まあ、楽しみだな。そうですね、うん、後半は行くんですか阪神。まあ、じゃあ、試合は見る。あ、試合は見る。練習はもう見れないかもわからないけど試合は見る、うん、じゃあまたのその試合を見ての感想もお願いします。まあ、そうだね、はい、はい。